皆さんこんにちは。4.8 当日アプデ情報です。それでは、見ていきましょう。ってことで、いつものメンテ時間。ヌビレットの不具合修正もあったようで、合計で700原石です。いつもより100個多いですね。メンテナンスは、一応12時前の予定でしょうか。いつも早めに終わるので、11時くらいには待機してもいいかもですね。事前ダウンロード、アップデート、すでに可能なので、メンテナンスが終わるまでに終わらせておきたいですね。端末、状況によってはかなり時間がかかると思います。それでは、更新内容です。限定マップ、シムラン化実装です。前提はランク18とモンドクリア。イベント任務を進めるとワープが自動解放される予定みたいです。昨年みたいな、ちょっとした遊びとか小旅行みたいな感じですかね。そして、エミリエが後半で実装です。燃焼に特化したサポートみたいです。サブアタッカータイプだとは思いますが、ナタでどうなるか気になりますね。そして、モチーフ。攻撃力プラス 15%。装備者が敵に燃焼反応を起こした後、または燃焼状態の敵に草元素ダメージを与えた後、与えるダメージプラス 18%。この効果の継続時間は8秒で、最大2層まで重ね掛け可能。2層まで重ねた時、または2層の継続時間がリセットされた時、元素エネルギーを12ポイント回復する。この方法による元素エネルギーの回復は、12秒前に1回のみ可能。この2つの効果は、キャラクターが待機中でも発動可能。ということで、燃焼特化そのままの槍ですね。攻撃力アップなので、攻撃力依存は強そうです。ダメバフ合計 36% にエネルギー12回復。かなり数値が高い気がするので、モチーフ依存も高そうな予感です。依存というか、上昇幅は大きそうです。そして新スキンの話。ニーローとキララが追加されます。ニーローは課金通貨のみなので、一応注意。また、4.8 の間は割引が適用されるので、買う予定の人は 4.8 のうちに買いたいですね。600円くらい安くなるのかな。キララの方はイベントでもらえるので、購入自体の解放は 5.0 からかな。イベントすればもらえるので、この動画を見てる人は買うことはないでしょう。そして任務追加。エミリエのストーリー、前提はフォンテーヌクリアとランク40。開始は後半からです。世界任務もいくつか追加されますが、限定マップ関連だと思います。マップ追加がない状態で既存エリアに任務追加はほぼないでしょう。そして、略せば空の奇跡、空想の奇跡が開始されます。幻想シアターの6層以上クリアが条件、ノーマルクリアまでが必要で、レベル90、好感度8以上の特定のキャラに歩行スキンが追加。今回はジン、ディルック、ナナ、行幸、キララの5名が対象です。挑戦には鍵が必要で、初回は2個、それ以外は幻想シアター6層以上クリアで、1周期に1個まで獲得できます。その他の項目です。レシピが追加、名刺が追加、などなど、いつものやつ。さらに、UI 削除機能が追加されます。設定で設定可能、PC はショートカットキーがあるようで、UI が表示可能に。そして会話ログ機能も追加。会話中の UI 表示も追加で、スクショ取りやすくなるね。七星召喚について、今回もカードが追加されて、シーズンイベントも開催されます。気になる人は、ぜひアプデ後にチェックしてみましょう。元素シアターの更新。元素対象は、水、氷、風の3元素です。開幕キャストは、フリーナ、バーバラ、アヤカ、リオナ、ショウ、ファルザン。このキャラが期間中全コンテンツでバフを獲得です。特別キャストは、エミリエ、ディシア、ナヒーダ、シャンリン。燃焼したいなら特別キャスト使ってねって感じでしょうかね。モーション追加は、ガイア、カーベ、ヨイミヤ、イエランの4名が追加。チョイスがかなり謎ですが、この4名ですね。追加は81以降です。また、改善内容が書かれてます。挑戦時のポイント上限が160へ。バフや仲間を増やすときに消費するポイントかな?そして、1幕を終わった後これまではランダム1名でしたが、2択になるようです。あとはイベント更新仕様を改善。細かい部分はわかりませんが、参加条件の緩和はなさそうですね。螺旋について、敵が入れ替わります。燃焼接待です、という感じです。接待が率 15% とダメ 30% って強烈すぎる。蒸発ココミ接待じゃん。そして、調整について。ボスの復活が10秒へ短縮。一部の素材リポップが48時間から46時間へ短縮。そういえば、運営さん覚えてますかね、リポップナーフした。バスミリキって植物あるんですが。あとは世界ランクを下げる機能が、ランク5から3へ緩和。意外と挫折するライト層が多いんでしょうかね。まあ、コスパの育成推奨の弊害といえばそうだとは思います。
途中はランク相応の戦力にならない育成の方針だからね。任務関連。雷電将軍特訓の難易度が緩和。一回緩和があったと思うので二回目の緩和ですかね。そもそも倒す時にこの任務のこと活かされなかったよね。アンバー任務の難易度も低下。難易度とか感じなかったけど、妥当なのか？依頼任務の更新条件が改善。他の任務に占有されている場合は出現しなくなるらしいですが文面だとよくわからないね。あとは特定のシステム開放系は特殊なマークが追加。釣りとか壺とかその辺ですかね。秘境関連、一部の難易度と敵の配置を緩和。幸運核の修正が来るってことは、氷シールドのくせに、炎ぶつけて反射来るあれ消えるんでしょうかね。だいぶ終わってる仕様だとは思ってた。フィンドにいるとかはそこまで難しいとは思わないけどついでの緩和なのかな。あとはこれまでは、ワープ解放にも秘境挑戦可能ランクが必要でしたが、今後は、とりあえず触れば解放されるみたい。今思えば謎制約だよね、秘境解放しに行っても。ランク足りないと、ワープすら解放されない門前払い。また、ランク10到達、あるいはモンド任務を少し進めると、一部以外すべての秘境の解放が可能に。終ボスにおいて、倒した後報酬を取っていなかった場合は確認ウィンドウが出るように。たまーにミスる人いるから嬉しい補助機能ですね。冒険修練について、今後は、リセットされずに累積が可能です。0でリセットなので、5.0 でリセットされていますが、5.0 からは 6.0 までなのでかなり長い間いけますね。緩和される代わりに一部ポイントに調整。魔人任務、伝説任務、デートでの獲得ポイントが増えます。世界任務、限定イベント関連の伝説任務、イベント報酬のポイント減少。限定イベントの導入や後日談、評判、関連は獲得できなくなります。推測できることとしては、みんなストーリー更新来てもやってないんだねって感じ。おそらく、調整の意図に任務消化率が悪いこともあるんでしょうね。ワンチャン、伝説任務が虚無期間マップなしアップデで一番お金かかってる説。あとは、期間限定イベント関連の伝説任務は5色かな？伝説任務がそもそも常設だと思うんですが、どうなのでしょうか。システム関連。調理画面にて、スペースキーでキャラ決定可能に。螺旋のキャラ選択をドラッグで動かせるように。フィルター機能に星マーク追加。奉納関連システムで、奉納可能になったらお知らせが来るように。生物のロック機能の改善。共通ロック設定が追加で、会心率会心ダメージは全部ロック、とかできるようになるのかな。設定条件が次の追加ステータスのうち、いずれかに3、4個を含むの場合、次の追加ステータスのうち、いずれか1、2、3個を含むとみなされます。七星召喚はわからないので割愛します。その他です。幻想シアターでパイモンメニューが開けるように、これは嬉しい。モバイルのリソース削除機能追加。飛行のドラッグ機能が改善。こんなもんでしょうかね。不具合修正は気になった部分だけ抜粋します。と思ったら、特に気になる不具合修正はなかったので、ここで終わります。4.8 アプデ情報でした。メンテ後からエリア解放なので、楽しみですね。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。